歴史を紐解けば未来が見える大人の世界チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。まあ今の政治の話なんで、まあ答え結論が出てないから、もういろんなところに話が及んで、まあしかもそれぐらいいろんなところに話が及ぶんです。これぐらいグローバルになってくるとでイタリアに極右政権が誕生しっていうところで、まあそこにも、まあもしかしたらロシアマネーとか、いろんなね、ことが流れてるんじゃないかみたいなところで、この前ちょっと終わりましたけれども、はい、そのロシアとの関係についてちょっとワンコメントしておくと、わかりました。連立を組んだ3派の中で、はい、ベルルスコーニさん率いる、まあ、フォルツァイタリア、うん、これはもうベルルスコーニさん自身がね、うん、もうプーチンと親友だよというぐらいあって、まあ、でなおかつやっぱりエネルギーをロシアから確保したい、はい、それから同盟ですね、うん、これもやっぱり経済発展優先のところがあるんで、うん、エネルギー確保戦で国民生活の安定も何もないだろうと、うん、じゃあ首相になったメローニさんはどうかというと、もともとそのプーチン政権とは、まあ、親和性があったというか ね、 そうなんですね、まあまあ仲良かったんだけども、はいはいはい、政権を担うようになって、うん、やっぱりそのウクライナを侵攻しロシアがしちゃったんで、うん、もろ手を挙げてね、うん、友達だとか仲良く、いやいや、それは、そうそう、はい、それは引っ込めてるんですよ、はい、だからその辺をめぐってね、その連立を組んだ3党の中でちょっとこう対立が出てくるかもしれない、そういうのはあるんですよね。うん、から前回の中島のおっしゃったように、こういうふうにその、まあ、いわゆる政治が右傾化していく、はい、で一国主義になっていくみたいな動きっていうのは本当イタリアだけじゃなくて、これもいや表にしたんですよ、地図にしたんですよ。そうなんですよ、実はスウェーデンがね、いやこれね、多分ニュース聞いてびっくりした人いると思います。だから北欧って日本のイメージじゃもう何でも100点満点みたいな、うん、ついこの間ね、あの自由と民主主義、いや、ね、そうなんですよ、ランキングでスウェーデン一番ですからね、にもかかわらず、うん、やっぱり国民の中で不満があって、うん、やっぱそういう右のそうなんですよ、ね、ということなんですよ、まあ、政権が誕生、地図でね、この紫色に示したところというのは、いわゆるその強権的な、はい、独裁的な、差別的な、うん、そういう政党があの政権を握っている、もしくはスウェーデンの場合はこれ閣外支持なんで、はい、内閣には入ってないですね。そういうことなんですね、はい、スウェーデンの極右政党、まあ、スウェーデン民主党というんですけども、うん、内閣にはその閣僚は出してないと、だから内閣の外で応援するという、うん、まあ、閣外支持という立場なんですけどね。僕やっぱ今中島さんおっしゃったけど、スウェーデンにそういう政権が生まれたかというのはやっぱり、いや、だからちょっとね、そこのところが、うん、やっぱりなんていうか、今世界が混迷してるっていうのを表してんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、そうですね。うん、ただあのマスコミのね、その捉え方というか、まあ、極右政党って一括りにするけども、はい、例えばそのヒットラーとかね、ああいった連中みたいに、もうユダヤ人は敵だって、うん、ね、殲滅するんだ、うん、みたいなことを声高に叫ぶ連中はさすがにいないんですよ。いや、だからこれね、もう極右っていう表現の仕方が、うん、果たしてそれがあってるのかって、僕はね、今のマスコミに問いたいところはあるんですよ。うん、それはね、僕もちょっと自戒を込めて申し上げたいんだけども、はい、昔のヒットラーたちとは違うんですよね。で、そうなんですね。2つの点で違ってて、その例えば露骨な反ユダヤ主義をね、うん、標榜するとか、あるいは暴力を礼賛するとか、うん、まあ、ファシズムの本質って暴力なんで、うん、そういった政党はさすがに、うん、まあ、いないことはないけども、少なくとも選挙でその票を集めることはできない、はいはい、いわんやその政権を取ることはできないですね、うん、ただ巧妙にはなってきていると。あ、うん、例えばね、はい、反イスラムだと、はい、反イスラムなんで我々は移民、イスラム教徒の移民は受けられたくないと、うん、なんでそうかと、うん、だってイスラム教徒って女性を蔑視してるんだろうと、女性の顔に、ね、ベールをかぶせるんだろう、はいはいはい、僕はね、フェミニズムの立場から、うん、イスラム教はやっぱり認めるわけはいかんっていうね、うん、そういうちょっとまあ巧妙なね、論理をやっぱり展開する人たちもいるんですよね。うん、でそういう中でやっぱり先ほど言ったように、そのまあ僕から見ると、まあ、ちょっとこう一国主義右寄りの連中がだん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 力を持ってきていると、はい、でついにはイタリアでそういう政権も生まれてしまったということなんですが、ただあのファシズムの歴史をずっと勉強していってて、僕、はい、いつも疑問に思ってたのは何かというとですね、はいはい、イタリアの場合は例えばムッソリニを礼賛するような連中って時々出てくるんですよ。で政権を握ったり政権に近づいたりすることは結構ある、はい、じゃあドイツでそれができるかって言ったら無理なんですね。ドイツではそれは、まあ、あの叫ぶ連中はいるけども、変なこと言うやつはいるけども、少なくとも政権に近づくことってのはできてないんですよ。ということはやっぱりこう先の大戦の反省とか、うん、やっぱ
掘り起こしがきちんとできてるっていうことですか、ね。決定的なのはやっぱりヒトラーはユダヤ人を大虐殺したと、アウシュビッツを引き起こしたと。でまあムッソリーニもそれに全く加担してないわけじゃないんだけど、あんなことはしてないよねって。でその辺でちょっとね、その温度差が、うん、戦前のファシズム体制に対するこう評価がちょっとやっぱりおっしゃったように温度差があるような気がするんです。ちなみにちょっとご紹介しますとね、例えばドイツの場合、まあ、ドイツの憲法、ドイツ基本法というんですけども、その第21条第2項にドイツは戦う民主主義であると。どういう民主主義かというと、自由主義、民主主義、そしてドイツ連邦共和国、この存立を危うくするような政党については活動はできない。だから、なるほど、あの無条件に思想の自由、うん、結社の自由があるわけじゃありませんよと。だから暴力でこの体制を壊そうとする、例えば共産党もだからダメなんですね。それからもちろんナチスみたいな政党もダメと。さらにはですね、その憲法に基づいて刑法第130条というのがあって、民衆扇動罪というんですけども、特定の 人種、国家、あるいは宗教、そういったものをその憎悪させるような、憎悪するような、そういう言動をしてはならない、まあ、日本、あのいわゆるあのヘイトスピーチですね、これは禁止されているわけですね。さらにナチスが行った民族暴殺、まあ、ユダヤ人虐殺ですね、そういったものを認め、あるいは矮小化し、それを否定することは罪であると。これって、うん、あれですか、第二次世界大戦が終わった後に、うん、ドイツの人たち自身が作った憲法なんですか。あの1949年に占領状態終わってね、はい、まあ、いわゆる昔という西ドイツができた時に、うん、ドイツ基本法、ボン、まあ、ボンという町で、あのできたんで、ボン基本法とも言うんですけども、はい、そこで規定されてるんですね。でそれに連動して刑法第130条、要するに無制限 の思想の自由はないよ、もっと言うとナチスには思想の自由は認めないと、暴力主義的な共産主義にもそれは認めないと。だからこういうマークを例えば掲げて更新したら、はいはい、それは罪になると。ああ、なるほど。僕あの大好きな映画で U ボートという映画があったんです、ね。ああ、ありましたね。ありました。はい。あれ素晴らしい映画だったけども、うん、あれやっぱり商業映画なんで、うん、このマーク出せないですね。ああ、なるほど、なるほど。あるいはこういう敬礼ね、うん、これももうヒトラー、あのファシズムだということで、うん、こういったことで更新することは要するにヒトラーを礼賛することになるというんで、これ認めてられない、認められない、これもう罪に問われます。あ、そうなんですね。その辺あるんですよね。でそれで例えばその戦前のナチスの系譜を組む政党が出てくると解散命令が出たりやってるんです。じゃあイタリアはどうかと、はい、イタリアの場合もね、1948年、まあ戦争終わって3年後ですけども、イタリア共和国憲法というのができて、その補足規定にですね、こう書いてあるんです。解散されたファシスト党の再組織はいかなる形式においても禁止されると、まあ、ドイツと同じようにね、はい、ファシズムダメですよ、うん、ムソリニみたいな政党はダメですよと言ってるんですけども、うん、戦後すぐに先第1回目でお話したようにイタリア社会運動というね、ファシスト党の流れを組む政党ができて、実際に議席を取ったりするわけですよ。ちなみに申しますとね、これ1946年に結成だから戦後すぐですわ。ああ、そういうことなんですね、はい、しかもその戦前ファシスト党の党員、はい、割とお偉いさんだった連中が生き延びて残党が立ち上げたってことですか。再建するわけですよ。でそこそこね、議会の中でも議席を取ったりして、ね、1972年には80議席取ってますね。まあ結局やっぱりあれでしょうねその時やっぱいい目を見た人たちは、うん、やっぱりこうそれの再建っていうことを考えちゃうんでしょうね。昔が忘れられない連中、ね、いやだと思います。ただね、はい、そのイタリア社会運動に関して言うと80年代にテロをよくやってたんですよ、はい、であのボローニャ駅、はい、あそこの爆破事件なんかやって80人以上が殺されてしまうと。でそういった過激な連中が実は内部にいたということで支持を失ってしまって90年代に解党するんですね。でその解党の直前にそのイタリア社会運動で運動してたのが今首相になったメローニさんなんですよ。そうなんですか、はい、まあ、前回ではちょっと別の写真持ってきましたが、はいはい、だから彼女自身はね、私はムッソリニのことについてはいろいろ思いはあるけども、うん、その彼がやったような運動をもう一遍やろうとは思ってないよ、うん、暴力的なことはしませんよ、うん、でこの手の上げ方がね、これだったらもうファシストなんですけど、はいはい、微妙にこれなんですね。なるほどなるほど。手は上げるけどこっち側なんです、うんうん、あと面白いなと思ったのはね、ムッソリーニの家族って、はい、
存命の人多いんですよ。え、あ、そうなんですか、はい、あのそれでね、ちょっと女性遍歴が結構あって、ね、もうなんていうか、もうだ、まあ、いわゆる大人気だったんですよね。人気あるんですよ、めちゃくちゃ。それでもう女の人から、まあ、いわゆる、ね、うん、あのちょっともうアイドル的じゃないけれども、そうそうそう、そういうふうにイタリアがどん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 誤った方向に行って、うんうん、でムッソリーニ自身は私の恋人はイタリアだ、そうそうそう、国家だって言うんですけど、だから寄せ付けなかったかというと実はそうじゃなくて、その辺はちょっとヒトラーと違うんですよね。うん、要はヒトラーだったら、要はね、ドイツと結婚した、うん、だから、まあ、独身の手をあれしたけども、ムッソリーニなんか一晩限りの人を含めるとね300人から400人おったとでちなみにその彼の子孫が国会議員になったりしてるんです。ああ、そうですか。この方はね、アレッサンドラ・ムッソリーニという人で、これムッソリーニの孫娘。ああ、そう。ちなみにこの顔見て何か思い出しません？まあ、いわゆるソフィア・ローレンとかですか？正解！ああ。あのね、彼女のお母さんが実は、ええー、いやいや、彼女のね、お母さんがソフィア・ローレンの妹なんです。ええー、ソフィア・ローレンの、まあ、姪っ子。あ、そうですか。似てる？いやいや、口がね、うん、まあだから、うわ、そうで、いや、今、ちょっと単純にパッと思った人を言っただけですけど。いや、私もね、そうですか。普通に似てるなと思って調べたらそうだった。それからね、その、ムッソリーニのね、はい、ひ孫がいて、なんと今、セリエ A の選手なんですよ。マジですか、サッカー選手ですか。ラツィオ。うわー、ローマですか。あのまだ19歳なんで、レギュラーは取ってないけども、何試合かね、1軍の試合で出てますね。あ、ちなみに、まあ、ここでムッソリーニの写真持ってきたんですが、これちょっとね、なんだっけ名前、ロマーノ・フロリアーニ・ムッソリーニという人なんですけども、はい、ラツィオにね、オケ取ってないんで、ちょっとこれ写真見せられないけど、目に似てると思いません？ああ、似てますね。あ、ネットで調べたらすぐ出てくると思うんで。いやー、でもそんななんですね。そう。で、ムッソリーニのお墓なんかもちゃんと整備されてね。いまだにやっぱりお花がきちんとってことなんですね。巡礼の対象なんですよ。ちなみに言うと、ヒットラーが住んでた家なんかも完全に爆破されて、いやー、そこがね、聖地になることはもう絶対認められない。で、そういう対応の違いというか、イタリアにはなんでそのファシズム的なものが復活を、まあ、許されてと言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけども、うん、一方ドイツはそうではない、うん、その辺の違いってやっぱどうなのかと、まあ 2人で話する中でちょっと答えも出てきたような気がするんだけども、うん、この後ですね、はい、イタリアの実際の歴史、はい、どのようにしてファシズム運動が生まれそして崩壊していったのかと、うん、みたいなことをですね、まあ、歴史踏まえてこの後わかりました。はい、3回目です。